はい、こんにちは、本田です。今回ですね、長崎県まで来させていただいております。でカメラの前ですね、映っていらっしゃいますのが長崎県で工務店をされていますフルマークハウスの吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、長崎の方まで来させていただいてですね、建物を後ろ今ちょっと映ってるんですけども、フルマークハウスさんの方で建てられたですね、お家のルームツアーをさせていただけるということで来させていただいております。今日はすいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、雨が降りそうで怖いんで早めにちょっと回りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、まずですね、こちら建物ちょっと後ろね、早速映ってるんですけども、これも見たら皆さんわかると思うんですけども、こちら外壁の素材は何を使ってらっしゃるんですか？杉板を無塗装で仕上げてます。あ、無塗装なんですね。はい、縦張りで、縦張りで押し縁仕上げって言って、はい、ちょっとじゃあこちら寄りたいと思います。こちらですね、はいはい、板を張って、その板と板の継ぎ目に上から押さえ縁っていう押し縁を張って、真鍮釘で留めているような形ですね。はい、真鍮釘なんですね。はい、いいですね。真鍮釘は割ともう普段からこう板張りの時は、板張りの時は、はい、真鍮釘が最近多いですね。なるほど、はい、年々風合いが出ていって色が変わるって感じですね。そうですね、もうやっと完成したんですけども、はい、工事中から約3ヶ月ぐらい経ってる中で、はい、少しやっぱり色がもう薄くなってまして、ね、で左手に見えてるところが、はい、バルコニーになってるんですけども、はいはいはい、あちらが後で最近2週間ぐらい前に工事が終わったところで、はい、ちょっとだけ色が変わって見えますね。そうですね、ここと、ここで色も違いますし、はい、よく見るとこの軒下とこの上でもちょっと色が変わるの分かってるの、はい、分かりますかね。まあ、これが本当に風合いが出ていい感じになっていくので、まあ、これがまた長年見ていくと楽しみなところですよね。よくよく見ると少し黒カビみたいな感じが見えたりもありますけども、まあ、最初のうちはやっぱりね、板が白い板にこういう黒いカビが生えるとこう目立って見えますけども、はい、まあ、これが3、4年、5年、10年していく中で板の外壁もいい感じにくすんできて、そうですね、でこういうカビなんかももう全然目立たないようにはなってくるので。なるほどね、はい。まあ、こういうのはね、入るの嫌だっていう人もいらっしゃいますけども、この辺もまあ風合いが出ていくとだん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 気にもならなくなってくるし、まあ、カビが生えたから何っていうことはないので、うんうん、まあ、そういうのも利用できるのであれば本当長持ちする素材なのでいいんじゃないかなと思いますね。こちらしっかり日差しもしっかり出してますね。そうですね、90センチぐらい出てるような形です。2階も結構差しをしっかり出して遮蔽ができるように設計されてるわけですよね。はい、で今回いいのがこちらですね。こちらにバルコニーあるんですけども、下がこう抜けててですね、下にちょっと車も入れれるし、自転車とかも自転車、はい、入れれるようになってる感じで、ちょっとこういうのを作ってますね。また後で2階上がっていただくと分かるんですけども、バルコニーになってます。これはまあ防水が関係がないってことですよね。そうですね、もうスケスケのウッドデッキが2階についているような形ですね。なるほど、なのでまあ防水の心配もないしということで、まあ長持ちしますよということで、こちらでちょっと作ってるという感じですね。木で全部組んでます。こんな感じですね。これいいですね。結構用途ここ結構ありますもんね、こういうのすると。そうですね、案外できた後、先ほどおっしゃられたように、はい、車も実はなんか入りそうだねとか。ね、はい、これで横幅で、横幅が 2.7 メートルぐらい取ってます。はい、あればまあ車軽4ぐらいだったら全然使えますもんね。はい、今回のお家ですね、先ほどちょっと見さちらっとね、中を先に見させていただいたんですけども、2階バルコニーになってるので、そうですね、ここからのちょっと後で景色を見ていただけるかなと思うんですけど、すごくいい感じなので後でご紹介したいと思います。はい、でこちらですね、敷地が結構実は100坪ぐらい。そうですね、100坪ありまして、あって広いんで、ここも実は敷地なんですね。ここぐるーっと回っていただくと、こちらも敷地なんですけども、このまま敷地上がっていただいた後、奥ですねにこれだけ実はゆとりがあって、この先皆さん見えてますかね、海が広がってましてもう海のすぐ隣に立つ家なんですよね。でここからこう、まあ、見ていただくとこんな感じなので、後でこの2階の景色が楽しめる、はい、ということですね。はい、こちら玄関前のアプローチなんですけども、外構ももうほとんど終わってましてですね、このアプローチいいですね。そうです、ジブキ石っていう古いお家から出てきている石を、はい、まあ、階段状につなげていって、はい、まあ、そこの途中は洗い出し仕上げというものでアプローチを仕上げていってます。はいはい、なるほど、この洗い出しも綺麗ですね。これは
どこの石ですか？大磯石っていう石を使ってまして、はい、それを社官さんが仕上げていってます。なるほど。このちょっとこう R を書きながらアプローチを取ってるわけですね。外交の計画も全部フルマークハウスさんの方で。そうですね、もうまとめてこうやってやる感じでいつもされてるんですね。はい、はい、でこちらが玄関ですね。玄関はもう木製玄関ドア、木製 の、はい、あの断熱ドアのガデリウスっていう、はい、をよく使ってます。はい、松本船舶さんの。松本船舶さん、はい、マリンランプですね。じゃあ中失礼します。はい、じゃあちょっと中を案内していただければと思います。はい、お願いします。こちら玄関収納ですね。はい、下駄箱ですね。下駄箱ですね。はい、今回は土間収納っていうのがないんですけど、結構広めな玄関のこういった収納を作られてるわけですね。これも造作で。造作で、はい、作ってます。まあ、土間収納の代わりみたいなところで言うと、まあ、階段下を使った収納が、はい、玄関すぐ入ってすぐのところに取ってます。あるって感じですね。ここの照明の高さいいですよね。そうですね、ちょっとこれいくらぐらいですか？土間店から言ったら1750ぐらい、はい、ちょっと低めのこの照明の高さがいいですね。普通にするとなんかやっぱりこの辺にこうつけちゃいたくなるんですけども、これ実際天井高がちょっと違うんですかね。天井高は2100。あ、2100、うん、はい、ここが2100なんですね。はい、ちょっと背伸びすれば届くぐらいですね。されてるんですね。それで多分この照明のバランスもすごくいい感じに収まってるんでしょうね。多分土間店から言うと1750とかぐらいですよね。うんうん、今回2階リビング。そうです。なので1階が居室になってるわけですね。はい、失礼します。1階にあるのがこちらが3畳の洋間が1つ。3畳なんですね、こちらで。はい、用途としてはお子さんの部屋っていう用途ですか？なんか物置きだったり、 あと来客が泊まりに来た時のちょっと予備室みたいな形かなと思います。なるほど。基本今お子様1人なんで、まあ、将来的に2人とかなれば、はいはいはい、あの子供部屋にも使えるような形ですね。でこちら奥が、まあ、寝室です。はい、6畳の寝室。なるほど。こちらが6畳なんですね。はい、収納が別に 1.5 畳分ついているような形です。1.5 畳結構じゃありますね。はい、こちらの寝室ももう天井高は2100です。はい、同じ2100です。2100で低いんですけどって言われたことありますか？今まではほとんどないですね。モデルハウスも2100で作ってますし、新規で新しく来られる方は、はい、ちょっと低いんちゃうかみたいな感じはおっしゃられて、はい、まあ、高くできるんですかっていう相談はありますけども、はい、まあ、その後完成見学会とか、はいはい、まあ、モデルハウスに何度かこう見えていただく中で、はい、あ、これだと全然問題ないねということはいつもおっしゃっていただいてますね。なるほどね。このやっぱでも体感していただくの結構重要ですよね。うん、大手のハウスメーカーさんに行くと大体天井とかは最低 2.4 メーターぐらいの感じで、一番低くて 2.4、 うちは高いですよ、 2.6 ですよ、 2.7 ですよ、高さの高い方ね、はい、こう結構競ってやってるところが多いので、意外とこう低いのを体感するところって少ないんですけど、やっぱり2100っていうところすごく落ち着く高さなので、これはちょっと一遍ぜひオーナーさんにこう体感しに来ていただきたいところですね。で今回はじゃあ1階に水回りが全部入ってるわけですね。はい、水回りです。はい、で洗面所を介して奥にトイレ、はい、トイレと、はい、と本田さんの後ろが脱衣とお風呂っていう形です。ちょっとお風呂の窓も低めに切ってあって、はい、ちょっとそこからもお風呂の窓も透明ガラスを使ってまして、本当ですね、はい、お風呂入るとこですね。まあ今日はちょっと曇ってますけどね。残念ですけど、はい、めちゃめちゃ海見えますね。で気になる時はこのブラインドが下げられる。はい、なるほど、いいですね。これはもう海の外も買われた特権ですね。めっちゃいいですよね。こちらの洗面化粧台はいつも造作で作られてる、ね、そうですね。収納をこういうあの収納扉を使ったり、はいはいはい、あとは、まあ、ガラガラガラっとミラーが動くような造作を作ったりやっていってます。なるほど。今回は開き扉を採用している形ですね。ここも透明にされてるんですね。あ、そうですね。洗面所もちょっと前のお宅のブルーシートが今かかってますけども、はいはいはい、はい、あの、まあ、外を見ながら明るい中で顔を洗ったりとかできるように、はいはい、まあ、なるべく透明で外が見えるような設計というのをやっていってます。なるほど。で、気になればブラインドで閉める。はい、あ、なるほどね。まあ、お風呂も同じですけどブラインドでこう調光できるので、
あ、まあ、この辺悩むところですよね。その片ガラスってその、ね、見えないガラスにしてしまうと外の景色も見えないし、やっぱ明るさも多少ちょっと落ちてくるので、はい、そこをどう取るかなんですけど、このブラインド1個でまあそれが変わるしっていうのは、はい、結構すっきり見えてます ね、 そうですね、こんな感じなんで。なのでなるべく透明をおすすめするようにはしてます。なるほど、この考え方は結構重要ですね。まあ、トイレはさすがに曇りガラスですりガラス使ってますけども、はいはいはい、そうですね、トイレはこうでなんかこうくつろぐことはないですけどね。ただ先日あの、はい、神戸の CH さんにお邪魔した時に、はいはいはい、CH さんのトイレは、はい、透明ガラスを使ってあって、はい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 、すごい開放的なトイレでしたね。それはそれでみたいな。なかなか勇気ありますけどね、はい、なるほどね。こちらがおトイレですね、まあ、収納も受けてっていう感じ。こちらももう全部造作で、はい、造作で収納で収納を作ってるっていう感じですね。こちらの紙巻き機かわいいですね。はい、これは徳島のテーブル工房機器さんの紙巻き機ですね、はい、じゃあ2階案内していただきます。こちらですね、ちょっと2階上がっていただくと、これ見えますかね。天気悪いのが残念なんですけど、2階に上がっていただいたこの絶景が見えるということで、こんな感じなんですよね。この目の前ですね、先ほど見えてたのがですね、外観の時に案内させていただいたバルコニーですね。で、このバルコニーの先を行くと、こんな感じです。めちゃくちゃ海が見えてるという状況なんですよね。曇りでもめっちゃいいですよね。めっちゃいい感じ。曇りでもいい感じなんですけど、晴れるともっといいと思うんで、うん、あれですけど。まあ、そんななんか雨の日も晴れの日もいろんな表情が、まあ、海も見れるのも。ここが6畳スペースあるわけですよね、そしたら。そうですね。あ、まあ、でもこんだけあるとやっぱり6畳あるとバルコニーも使い勝手あるし、うん、2階リビングでこんな感じになってるので、一番長くいる時間にこうバルコニーと一緒に生活ができるのでいいですよね。はい、まあ、今回壁側にキッチンを寄せてまして、はい、はいはい、でまあ、調理しながら、まあ、こっちも同じように大きい窓を取って、はいはいはい、でまあ、外を見ながら調理もできて、なるほど、はい、でまあ、普段あの、まあ、家電とか、はい、まあ、そういったのがちょっと距離遠くなりますけども、まあ、横並びで、まあ、こっちに家電収納兼食器棚とかパントリー兼にパントリーなどに使えるような形ですね。収納ですね。ここから冷蔵庫が来ます。ここにカウンターがあるのがあれですね、こう窓が四角になってるんですけど、あえてもそれに被るようにカウンターをつけてるんですね、はい、これは吉田さんの提案ですか？そうですね、もうまずは収納も確保しないといけないし、はい、まあ、景色も撮りたいなという時にもう割り切ってもう窓にかぶせるような形で収納棚を取ってます。全然こっちの方がよく見えますよね。割とこういうところ本当ちょっと窓が邪魔になって、このカウンターをどうしようかって結構、うんうんうん、僕設計するとき結構悩んだりするんですけど、はい、これ思い切ってすればもう別にそれはそれですね。それはそれで、はい、いや本当なんかそれはそれ、なんかあえてじゃあ窓をこう2つつけるのかとなってくると、はい、まあ、当然コストの問題も変わってくるし、うん、であればこう四角い窓の外観上もね、うんうんうん、あのもし見えるところだったらこう細長い窓をこう横にこう仮に大きく取れたりこう2つ取る形になると外観上も結構ね、あの変わってくるので、四角い窓一発ファンと取ってもう割り切ってこうカウンター1枚つけると収納も取れるし外観上もすっきりするし、これは結構割り切りでいいですね。さらにあのよりこう棚を生かすために今回ちょっと、うん、あのこういうレンジフードが通常とちょっと異なるような形で、はい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 、昔ながらの古いプロペラファンですね、はい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 、これ最近うちのオーナーさんでもつけたいっていう方が増えてて、一部ではちょっと流行ってますね。このシンプルな感じがあえていいっていう、今 の, あのレンジフードすごい機能性が高くていいんですけど、うんうん、まあ、コストも結構するし、あの見た目機能性付け方によってはこういうのも全然ありなので、意外となんかすぐ届くのでお手入れとかそのあたりもすごい楽なんですよ。で、いいことらしいですね。外してそのまんま例えば食洗機にドンみたいな、ドンと入れたりとか、はい、できるし、意外とこういうのがやっぱシンプルで意外と使いやすいっていうことで、はい、こんな感じの収まりになりますので、皆さんよかったら、ね、これまた流行らせてください。今回オーナーさんはモデルハウスを見られて、モデルハウスも、はい、ご覧になってます。まあ、今の、ね、断熱気密的なお話から言うと、ちょっと気密はやっぱり悪くなりがちですけども、普段はこれでも閉まってるわけですよね。はい、普段は閉まっているので、スイッチをつけるとこう後ろが開くっていう仕組みになってますので、
普段からこうずっと穴が開いてるわけではないので、うんうんうん、その辺はまあちょっと使い勝手を考えて施工していただけたらいいんじゃないかなというところですね、はい、こちらのキッチンどちらのキッチンですか。キッチンはウッドワンっていうメーカーのシステムキッチンですね。でもこの辺はでもじゃあ本物の、はい、無垢の木を使っているの で, 使ってるんで綺麗ですよね、はい、で今回新しく新色が出てこうミディアムブラウンみたいなのがあってすごくこうマッチして、はい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 、普段なんかライト色とダーク色の2色しかなかったんですけども、はい、すごい選び勝手が増えましたね。なるほど。ここはソファーも、はい、真空下で開かないです。じゃあここはちょっとじゃあゴミ箱が入れれるように。そうですね、別にじゃあ特段何もなく壁付けのウッドワークキッチンですね、はいはい、ああなるほど。でできたものを振り返ってすぐテーブルに乗せて食事を囲むっていう、はい、っていうことでここに座りながらこんだけの景色があるということで、はい、あこれはいいですね、はい、なるほどね。でここにちょっと造作ソファーをちょっとあの座面を広くして、はい、あのソファーのクッション性も硬くしてデイベッドとして使えるような、はいはいはい、ソファーですね。で足元はこういう引き出しがこの薄さにこの収納を取ってるわけですね、はい、まあ、ちょっとしたところにねこういう収納があるだけでも本雑誌ぐらいだとパパッと、はい、直せますもんね。あと子供のおもちゃとか、はいはい、かさばらないやつとかだったら入れれるように、はい、でこちらがテレビ台、はい、設計的にこうテレビがここにあると、はい、ソファーはここだよねっていう風になりがちなんですけど、はい、あえて今回は壁にしてるわけですね。そうですね、テレビ中心っていうよりは、はい、まずはソファーとか毎日の普段の生活が中心で、はい、そこにまあテレビを添えてあげるみたいな形の設計をやってます、うんうんうん、なるほどなるほど。結構それでもお客さんに言われません？吉田さんテレビ見たいんですよ僕みたいなまあ、まず最初にね、はい、どのくらいテレビ見ますかみたいな話は伺ったりしますけども、はい、まあ、普段ね、あの僕らもこういう形で設計することが多いので、はい、まあ、普段の住まいを見ていただきながら、まあ、こういう計画提案っていうのをさせていただくので、はいはいはい、そこまで意外と言われることは少ないですね。あ、なるほど。実際ここにでもソファーがあるのと壁にあるのともう全然ここに、うん、ここにいる感じが違いますもん、はい、広さも感じが違いますし、こんな感じでソファーに座りながらが全部こう見渡せるんだよね、はい、なるべく壁側の方にキッチンとか家具とかソファーなんかを並べて、まあ、空間を広く見せるような形ですね。これがやっぱりいいですよね、まあ、さらに、まあ、2階リビングだからこそできる屋根の形をあのそのまんま勾配天井っていう吹き抜けで作ることもできるので、はい、空間の中でもメリハリ高いところ低いところなんかができて、まあ、より高く感じたり、まあ、外に広がってより広く感じたりとか、まあ、そういう形があのできるので。今回こちらのうちの冷暖房計画っていうのはこちらのエアコンを使われてるわけですかね。はい、基本的にここのリビング階段上がってすぐのところになるんですけども、はい、この壁掛けエアコンで、うん、あの1台で今冷房して、うん、まあ、2階もちろんですけども1階もちゃんとあの冷えているような形ですね。なるほど。まあ、羽を片方はこの階段のもう下に下ろしてそのまんま冷気を下げて、まあ、逆に上がってきたのをそのまま据えるみたいなところではまあ結構合理的なのかなと思ってます。なるほど。先ほど寝室をやりさせていただいたんですけど、はい、全然涼しかったですね。暑いって感じなかったので結構下まで冷気を下りてますね、うん、ただまあ閉めてしまうとなかなかね回らなくなるので、ね、その辺をちょっとよく考えて設計しないとっていうところですよね。基本はもう部屋は開けてこう生活していただくっていうような形ですね。何もないときは基本的には開けて生活をしていただくという感じですね、うん、はい、すいません今日どうもありがとうございました。こちらのお家がですね、あの近々完成見学会ということで、見ていただけるみたいなんですけども、多分この動画がね上がってる頃にはちょっと公開は終わってると思いますけどもよかったらこの動画を見て参考にしていただけたらと思いますし、何か見ていただいて、ね、気になることありましたら動画コメントいただけましたら吉田さんが答えていただけると思いますので皆さんよろしくお願いいたします。あとですね、フルマーカーさんモデルハウスありますので、この下の動画の概要欄ホームページと貼っておきますので、あとメールマガジンもやっております。なのでこの下の動画の概要欄見ていただいて、長崎県でね建築ご検討の方はぜひ登録ホームページ一度見てみてください。はい、そしたら今回は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、 OK です。ありがとうございます。この景色はいいな。雨が残念ですが。
いや、先ほどあったここのですね、片付けました。このね、あ、終わりました。結構ポイントだと思うんですよね、実際のことね。実際こういうのって、あの今回こちら多分北側なので、そんなにこうあんまり気にならないかもしれません。これがもし南側にあって、あの見える面にこの窓があって、ここにこう横長のこう2つ窓が入ると全然外観イメージ変わると思うので、うん、まあ、この辺をこう割り切ってカウンターをあえて伸ばすっていうのも収まりすごいいいんじゃないかなと思いますので、私が参考にしたいと思います。ありがとうございました。